一旦まく。こんばんは。そう、まつげね。今日パチパチよ。コラボ配信いかが？もうね、新潟県のご飯がめっちゃ美味しくて、 NGT さんが作ってるお米がめっちゃ美味しかった。私がお米結構好きで、もともと結構こだわりがあるこういうお米が好きみたいなやつがあるんですけど、そのおいしかった、すごい。でもすごい食レポが、 NGT さんの食レポがめっちゃすごくて、すごいなって思いながら聞いてました。もうたくさん広島の食べ物を喜んでくださって、そう嬉しかった。個人的に、尾道ラーメンがめっちゃ好きで、自分が。そう。そう、尾道ラーメンが好き。こんばんは。投稿見るとしよかった。最近ね、あんまり写真を撮ってなかったんよ。いけんでも、そう、こんばんは、こんばんは。おつまみ系多かったね。麺すすれないの。口の方が軽いか。麺がまだすすれなくて。ラーメン好きなメンバーいてくれて、うん、嬉しかった。こんばんは。なんか配信が始まった時になんか始まったことに気づいてないくらい急に始まっちゃって最初始まったことに気づいてない私がいるんって、なんかモニターに全然何も映ってなかったから、まだ始まってないんかなと思って、あれなんか映ってないなと思ってたら始まっててあ、始まってると思ってなんか行きますみたいな、はい今からですみたいな感じがちょっとあんまりなかったから、今日なんかタブレット見たら映ってて、あ、始まってると思ってポケーってしてて、そうで、テレビの方の画面には何も映ってなかったから、まだ映ってないんだと思ってたよ。そうやけん最初 STU のみんながなんか聞こえてますかって向こうの方が言ってくださって、あ、聞こえてますみたいな、なんかちょっとそんな感じになっちゃった。みんななんかあんまり、そう、気づいてなかった。
そう、変顔してないよ。そう、こんばんは。公園、そう、公園はそう始まるよってあるからわかるけど、今日ちょっと始まるよの合図があんまわかんなくて。そう、やおまるみまる、こだばやし見てくれてありがとう。めっちゃ久しぶりのお仕事だったかもしれない。明日からはちょっとあるんですけど、1月の終わりが結構休みが多くて、そう、明日は朝からありますので頑張ります。煎じゃれって美味しかった。私も初めて食べて今日、めっちゃでも硬いからしばらく喋れなくなるけど、めっちゃ味美味しかった。配信中時々消えたり、あ、そうなの？早起き、ちょっと早起きかな。頑張ります。そんなに硬い、どれぐらいかな硬さ。サラダホープ、サラダホープね、めっちゃ美味しかった。でも前の新潟県のツアーに行った時にサラダホープ食べたんよ。めっちゃ美味しくて、でその時は塩を食べたんかな。でめっちゃ美味しいってなって、今日は枝豆を食べました。すごい枝豆の味して美味しかった。揚げたての煎じがらとかあるの？すごい。口内炎ね、だいぶ良くなった、本当に。うん、もう、だいぶ。枝豆味、なんか本物の枝豆の味。なんて言ったらいいんだろうね。本物の枝豆感がすごかった。に、サクサクみたいな感じ。染みたいですね。うん、もうだいぶ、まあ、トマトはちょっと染みるかもしれんけど、だいぶね良くなりました。おししかかたん、ありがとう。お疲れさん、ありがとう。で近い金どうかな。治ったか見せて、ね、みんなにはね見せないってずっと言ってるから。ママにしか見せない。こんばんこんばんは。コラボ配信お疲れ様です。ニューブチャンネルにも出てくるよ。いえ、ありがとうございました。そう、まつげ上がってるでしょう。そう、パッツン前髪。前髪整って、本当でも結構バタバタしてやったんよね、髪とか。チャンネル登録者数も今日増えたし、ね、よかった。お疲れ様です。お疲れ様。かわいい、本当
ありがとう。髪も綺麗。本当に？でも私冬めっちゃあれなんよ。冬は静電気がすごいから髪が乾燥しちゃうからね。わーんってなってる。まつげ固めてないよ。でもマスカラはしてるけど。まつげ固めるの。でもほぼなんか固めるっていうか。でもこれはのかないよ。取れない。なんか専用のやつつけないと。冬のそう静電気がなんか私すごい強くて、この間もなんかバチバチやママにやってしまったの。ママに触ったらバチってずっとなってた。最近綺麗さがマシマシで俺ちゃう。ほんと？っていうか押したらめっちゃ面白いんだけど、イルマくんが出てきた。うん。電気を、そう、電気持ってんのか。ドアノブとかなるよね。ピカチュウ、うん、ポケモンだったら絶対電気タイプだと思う。こんばんは。フェアリーの目、本当？嬉しい。関連させられたかった。わざとみんなにバチバチしに行くかもしれない。桃が好き、桃が好き。喜んで。口内もうね、ほぼほぼ治った。だから1日の公演では痛くない。そうそうの船教えてくれたよと。いいえ。ちいちゃい方も一緒に治ったよ多分。来ない。静電気除去グッズ。ピョンってなって、静電気握手来てくれるかなそれ。痛いからさ。テロップ出ちゃう。本当だ。もうちょっとで読むかしらね。こんばんは。静電気ね。だからもう春になってほしい。春になったら静電気がなくなるから。痛いの嫌な。ももちゃんの電気ならあかんね。ぜひぜひ。ではそろそろ読みましょうかね。ちょっとになっちゃってごめんよ。明日ね早いけ、今日は頑張って早く寝て行ってきます。花粉症、私まだ花粉症じゃないんよ。そう、では読みます。10歳のピノさん、ありがとう。ジェニーのタカキさん、ありがとう。コラボ配信のとっても可愛かったよ、ありがとう。ジェニーのヒロピーさん、ありがとう。ジェニーの恋してカップさん、ありがとう。ケイのケスティさん、ありがとう。8位のコウジさん、ありがとう。2月はいろいろ会える機会があって嬉しい、楽しみね。いっぱい会おう、待ってる。7位のフミさん、ありがとう。1月も明日で終わるけど、おもちゃん大好き、ふふ。モカもありがとう。6位のまぼろしさん、ありがとう。
5位のとしさん、ありがとう。つかいちかわいもかが大好きすぎて昨日眠れなかった、あれ今日じゃいっぱい寝れますように、ありがとう。4位のこりさん、ありがとう。3位のおつかれさん、ありがとう。2位のたさん、ありがとう。カメラマシン大好き。大好き。1位のたーちゃん、ありがとう。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。静電気握手会、楽しそう。嘘、楽しい。ではありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。また明日ね。ありがとうね。